暗黒大陸中国の真実は、ラルフ・タウンゼントの1933年のノンフィクション本で、当時の中国の状況についてのタウンゼントの観察を紹介している。この本は反中国本と考えられている。中国の社会と文化に対する厳しい批判である本書は、中国が相当な内戦に直面していた時に書かれた。タウンゼントは、中国の問題の原因は、 中国人の民族的性質の根本的な欠陥にあると主張した。この本は米国でベストセラーになったが、支持者と批判者から非常に偏った反応にあった。いくつかの定期刊行物で賞賛されたが、宣教師と中国研究家によって非難され、その中には人種全体への一般的な批判であると急断した、応援ラティモアもいた。中国国民党政府には禁止された。 第二次世界大戦後、この本は世に知られない状態に陥った。1997年に白人国家主義者の出版社、バーンズレビューから復刻され、2004年には日本語訳が出版され、日本でも再び人気を博した。本書は著者の1年以上の中国生活の経験に基づいている。タウンゼントはニューヨークでジャーナリストや教育者として働いた後、 1930年12月16日にアメリカ合衆国国務省に入省した。1931年12月10日から1932年1月9日まで上海で副領事を務め、その後1933年3月1日まで復讐に滞在した。この本は1933年11月10日に GP ・プットナムズ・サンズ社から発売された。 序文の中で、タウンゼントは本性を不快だが事実をありのままに提示しようとする正直な試みであり、暗い事実の上に明るい希望を振りかけようとする愚かな試みをしてきた他の中国関連作家たちの感傷的な感情や誤った情報への対抗策であると述べている。彼は中国の美徳は、 自命なこととして現れるだろうが、知らない人と付き合うために相手を評価する際には、彼の欠点を知ることが重要であると指摘している。タウンゼントが物語を始める1928年の上海の堤防の写真最初の2つの章で、彼は中国で目撃した凶悪な状況を説明している。上海は汚い、創造し、汚染された、犯罪、貧困。 病気の創屈として描かれているが、それでも中国の他の地域よりは裕福である。内陸部はインフラが整備されていないためにアクセスが困難で、ほとんどが旅行には安全ではなく、常に飢饉と飢餓に悩まされている。タウンゼントは第一章で中国の現在の悲惨さの原因は中国人の民族的特性にある根本的な欠陥にあるとひと主張し、 第3章と第4章では、その欠陥とは何であると考えているのかを説明している。タウンゼントは、不正直は、私たち自身とは、対照的に中国のメンタリティで最も目立つ特徴であると述べる。タウンゼントは、彼が中国人の従業員、女将、店主、政府の役人に嘘をつかれた多くの例を挙げ、他の多くの領事が、このような絶え間なく続く。 一つ一つの嘘が別の嘘の口実に過ぎない目的の内嘘によってその職を追われたことを指摘している。中国人のもう一つの特筆すべき特徴は同胞の苦しみに無関心なことである。タウンゼントは数多くの個人的な逸話やまた疑惑の逸話を通して中国人は世界で唯一他人への共感や感謝という人間の基本的な衝動を完全に理解できない。 民族なのではないかと論じている。中国人は他人への共感を全く感じないため、信じられないほどサディスティックで残酷な振る舞いをお互いにし、利他的な外国人を容赦なく利用する対象として見ているのである。タウンゼントが典型的な中国人の特徴として挙げる他の特徴は、臆病、金銭欲、個人の衛生観念の欠如、批判的思考能力の欠如、 不誠実さ、空虚な関連への執着などである。タウンゼントは、これらの特徴は、貧しい大衆に見られるのと同様に、中国の指導者や教育を受けた層にも顕著であると考えており、彼の歴史文書の分析から、これらの特徴は、現在の混乱による最近の産物ではなく、むしろ中国の国民性に深く根付いた特徴であると考えている。彼は、こういった、 中国人の目立った特徴のために他の国の人は中国人とまともに付き合うことができないし中国人も同胞とまともに付き合えないと結論づけている。第5章と第6章ではタウンゼントは米国が資金提供した中国内の事前団体特にミッションについて論じている。彼は米国が中国に対して慈善事業で少なくとも1億6000万ドルを 与えたにもかかわらず中国のこれらの慈善団体は、たとえ世俗的な病院や学校であっても、一般的には、助けをしようとする中国の慈善活動家の餌食になっていると指摘する。これらの慈善団体は、政府が起訴を拒否する中国人による横行する略奪、放火、殺人的な暴徒の暴力にさらされている。この暴力の多くは、中国国民党の 反外国人プロパガンダによって先導され、これは最も退化した段階で、クークラックスクランよりも悪いと説明された等であり、中国への米国の援助を通じて、タウンゼントはアメリカが自分自身に対するプロパガンダに実際に出資していると示唆する。宣教師は誠実で勤勉であるが、タウンゼントは中国人を改革するという彼らの目標の究極の無益さについて、 極度の思い込みに悩んでいることを発見した。宣教師たちは、どの程度のケアや教育を受けても中国文化の本質的な病気を根絶することはできないという確かな証拠を故意に無視している、と彼は言う。彼は、中国におけるすべての不況、事前活動に終止符を打つことを求めている。1932年に、復讐のタウンゼントの家からそう遠くないところで、 撮影された、アヘン畑第七章では、現在進行中の中国の内戦の恐ろしさが、詳細に描かれている。中国で権力を争う派閥の中で、指導者も部下も、略奪品を目的とする以外に、格好たる、忠誠心や高い動機を持っている者はいないと、タウンゼントは考えている。すべての人間が、自分のためだけに行動していて、中国には、 極小の少数の善良な人間がいる。それを感じるにはあまりにも弱すぎると、タウンゼントは、本当に終わりはないと予測している。暴力の多くは、中国人の8人に1人が中毒になっている。アヘンによって煽られている、とタウンゼントは、第8章で説明している。百姓はしばしば軍隊の費用を支払うために、地方の管理者や軍閥によって、アヘンを植えることを余儀なくされる。 そのため多くの地区では食料よりもアヘンの栽培が盛んに行われており、その間国民党の役人は国際社会に対してアヘンの取引を抑えるための努力について絶え間なく嘘をつく。第9章では国民党をはじめとする軍閥の破壊行為とは対照的にタウンゼントは中国における日本人のポジティブな影響力を称賛している。日本人は 中誠心が強く勇敢で信頼でき正直で清廉潔白な民族であり中国人とは正反対の民族であるとタウンゼントは考えているタウンゼントは1932年の第一次上海事変について自身の実体験に基づいて説明しているがこれはおそらく中国の侵略によって引き起こされたものだと主張しており 同様に日本の満州侵攻の決定は、長学寮が行った日本人に対する隠密の暴力という運命づけられた戦いへの適切な反応であったと見ている。タウンゼントはまた満州国という傀儡国家をそこに住む3000万人ほどの中国人にとっての幸福と称賛し、数百万人のための安定と幸福を実現したとしている。タウンゼント氏は、 手に負えない中国に対処するための日本の役割に、白式な観察者は感謝していると結論付けている。最後に、第10章では、タウンゼントは、後進的な中国人がアメリカのアジアにおける唯一の正当な問題であると断言し、援助金を汚く使い、融資を尊重せず、外国人を虐待して攻撃し、国際麻薬法を無視し、外国からの投資を保護せず、 他国との生産的な外交を行わない国にどう対処すればよいのかを問うている。中国人は優しさを弱さとしか見ていないのでどんな性の強化にも絶対に応じられないとアメリカ人に警告している。中国人にとって最上王等から最下等のものまで全ての人生の行為は自分にとって 何の意味もないものから自分とその一族のためにできることを引き出すことに集中していると彼は主張している。対照的に彼は中国人は力を理解し強さを尊重すると考えている。そのため米国は甘い干渉的な考えを捨てて厳しい条件なしに融資を保留したり外国の疎開や違い法権にしがみついたりするなど 我々の力を残酷に乱用することなく、我々の権利を厳しく主張する政策を取るべきだと主張している。本書はアメリカでベストセラーになり、ロベソニアンはこの本をアメリカの有力新聞社のいくつかから惜しみない、賞賛と苦い罵声を浴びせられたと指摘している。この本は、キャサリン・マイがマザー・インディアでしたことを中国に対して言ったと宣伝され、ホーリン・アフェアーズは、 センセーショナルで異端的な中国の描写と評した。オーウェン・ラ・ティモアは本を人種全体の一般的な告発として非難した。イーフランシス・ブラウンはカレントヒストリーに中国国内の状況についての包括的で率直な議論と評価している。この本は中国に対して非常に否定的な立場をとっているが、ブラウンはこの非常に有効的でないことが 近年書かれてきた多くのことに対する歓迎すべき下毒罪となっており、その結論のいくつかは、アメリカの極東政策を形成する人々が、よく実行することになるかもしれないと論じている。クリスチャンサイエンスモニターのイリス・ J ・アボットは、特に中国人の社会生活や習慣に関するタウンゼントの研究を高く評価し、中国に数週間滞在したことのある有能な観察者であれば、 誰でもこの本に書かれていることの多くを裏付けるだろうと主張した。彼の賞賛はイングリッシュレビューのダグラス・ジェラルドにも同調され、彼はこの作品を輝かしく率直なものと評価している。これに対してネーションのルイス・エス・ガネットはタウンゼントを日本への謝罪を書き、中国人を日本人や欧米人とは似ても似つかない、全く違うと描写したと批判している。 チャイナウィークリーレビューでは同様の否定的な評価を中国人なら簡単に似たような本を書けるだろうし、カポネーやディリンジャー、密売人、誘拐人、強奪者の活動を強調することで少なくともアメリカ人が白人民族の堕落した一派であることを自分の満足のいくように証明できるだろうと指摘している。リッパブリカンはこの本のレビューを次のように締めくくっています。 彼の観察のプレゼンテーションを通して彼の言葉を損なう資料に欠けるバイアスの意図が走っている。我々は他のもっと目の肥えた作家に中国についての真実を求めなければならない。著名な中国研究家はまた作品に批判的であった。ニューヨークタイムズのページで紹介席の指摘顧問であったオーウェンラティモアは洞察力に欠け事実5人が含まれており、 また劇の報告に頼っている本性人種全体に対する一般的な非難として求断した。彼はこの本はすでに確信している人々を納得させるだけだと述べている。ナサニエル・ペッファーも同様にこの本を中途半端な真実、不正確さ、偏狂無知、そして時には下本とロビー活動の古い話の蒸し返しだと非難している。タウンゼントは 最も単純で表面的なことを正確に観察することができなかった。JOP ブランドはタウンゼントの結論を全体としては納得できないとしながらも少なくともアヘンの賞は特に有益であるとしている。またこの本を非難しているのはタウンゼントが批判していた宣教師たちである。彼らはこの本を様々な定期観光物で否定的にレビューしており、 その中には、タウンゼントが、たくさんの物語を集めて、巧妙で皮肉な、異常に歪んだ方法でまとめたと非難している、チャイニーズレコーダーも含まれていた。他の否定的なレビューは、ミッショナリーレビューオブザワールド、チャイナクリスチャンイヤーブック、ミッショナリーヘラルドアットホームアブロードに掲載されている。本書は、その研究的な視点で注目され続けている。年、 歴史家のフランク・ピーミンツはこの作品を、県中文学の古典、と呼んだ。2000年には、学者のヨン・チェンは、タウンゼントの中国人の民族的特徴に対する態度を、19世紀の作家たちが広めた、反中国的な偏見から派生したものであると、研究している。2004年には、作家のグレゴリー・クラークは、この本を、汚く、ずる賢いと言われている、中国人国家と、 信頼できて勤勉な日本人を退避させた悪意に満ちた反中国本と表している。この本はもともと中国のメリーゴーラウンドという名前だったが、最終的に出版されたタイトルはブレット・ハルテの詩ザヒーザン・チネイからの引用である。ザヒーザン・チネイはアメリカへの中国人移民に反対する人たちの叫び声として使われていたが、ハルテは19世紀のアメリカで流行した。 反中国的な偏屈のパロディとして意図していた。日本陸海軍はこの本を強く支持し、数千部を購入した陸軍省と海軍省は、1934年の初めまでに外国のジャーナリストや役人に無料で配布していた。対照的に中国の国民政府は、1935年から中国全土でタウンゼントの本を禁止することで対応した。 それでも、ジャーナリストのジョージ・ムーラットは、1946年に中国の共産主義者が中国の状況について幻滅させることを期待して、アメリカの中国海兵隊にこの本の禁止コピーを配布したと報告している。ラルフ・タウンゼント本省は1937年には、すでに5冊目を発行していたが、1942年に、 タウンゼントは1937年から1940年までの間に日本の貿易情報委員会から外国代理人登録法で登録せずに金を受け取っていたとして投獄された。1997年に白人史上主義者の雑誌バーンズレビューが審判を出すまでこの本は再販されなかった。バーンズレビューはその後2004年に田中秀夫と 咲田健貴里氏の二人の日本人役者により翻訳され反響を呼び2007年には普及版が再刊された。グレゴリー・クラークは暗黒大陸中国の真実と題した Ways That Are Dark The Truth About China の日本語版が補修派の間で人気を博したことを指摘している。この本を翻訳した田中は自分が直接目の当たりにした中国人の本性を辛辣に 生々しく報告していると、月刊誌、諸君の中で、タウンゼントの洞察力の深さについて絶賛している。もう一人の翻訳者であるサキ田も、藤岡信勝の自由主義士官研究会のために書いた記事の中で、この本を絶賛している。サキ田は本書を、中国の正体を理解するための必読書と呼び、タウンゼントの思想は、 今日の日中関係を行う上で重要な教訓を与え続けていると論じている。また、読売新聞にも肯定的に批評された。以下は役所一覧。ありがとうございます。